どうも、おまめです。今回はね、B 面 G ドライブのアップデート紹介やっていきたいと思うんですけども、まあ、まずはね、新しく追加された車を紹介していきたいと思います。はい、ありますね。これですね。嬉しいことにね、なんか、元のデータを使ったリメイクなんで、こんな感じでね、昔作ったやつが残ってるんですね。まあ、出してみようか。はい、出してみました。めちゃめちゃね、綺麗になってますね。形はほとんど変わらないんじゃないかな。どうだろう。ちょっとね、形はなんか、全然変わってないよね。なんかパーツとか、なんか若干のね、なんかね、まあ、いろいろは変わってる気がするんだけど、ほとんど形は変わってない気がする。でもね、ほら、ライトつけると、めちゃめちゃね、ライトが綺麗になってます。で、これが、フォグですね。で、ウィンカー。こことこことここがつくんか。で、後ろ行くと、よいしょ。まず、バックですね。バック。で、ブレーキ。ライトつけて。で、ブレーキ。って感じですかね。いいですね。ちなみにね、エンジン切るとね、ここ光ってるんですけど、このね、車幅灯が消えます。あ、怒りん、あ、周りも光ってたんだ。いい音。はい、内装見ていきましょう。すごいな。なんかカメラの感じ変わった？気のせいかな。はい、まずね、前見てみましょう。メーターめちゃめちゃ綺麗やしね。ほら。メーターがめっちゃ綺麗っすね。で、ほら、このハンドルの質感もめちゃめちゃ綺麗になってるしね。内装は結構変わりましたよね。ほら、ほら、ほら。ね、結構変わってるよね、内装。ね、すごいいいですね。めちゃめちゃね、ほら、このね、ね、感じもえぐいですし、シートも綺麗やし。あれ？あ、2列目ないのこの車。あ、なくなったんだこの車。へえ、え、前あったよね。前2列目あったはずなんだけど、4人乗りだったはずなんだけど。へえ、え、4人乗りじゃない。あ、2人乗りだ。へえ、まあまあ荷物いっぱい置けるしいっか。でね、今回からね、この車ちゃんとドアが開きます。素晴らしい。ほとんどの車そうなったんだけどね、ドアがね、開閉できるようになってます。めちゃめちゃこれはね、もう最高です本当に。あー、いいわこれ。いいわマジで。ほとんどの車、まあ、あのトラック以外はね、もう全部これ開けれるようになりました。もう最高やね。これできるのマジで本当に最高。よいしょ。で、ここは、ここ開けて、から、ボンネットも。あーい、うわ、綺麗。綺麗っていうか、でもね、スカスカやね、ここ。まあ、そりゃそっか、もっと、もっと大きなね、エンジンが一応入る予定なんでね。今、エンジンは2リッターの直四が入ってますね。一応ね、いろんなエンジンあるんでね、まあ、後で試してみようかな。とりあえず、まあ、走っていきますか。直四の2リッターでね、クーペタイプなんで、結構ね、パワーは十分あるんじゃないかなって感じですけどね。うん、十分、パワーは十分あるしね、全然曲がるしね。まあ、それはクーペやもんな。ちょっと踏むか。ちゃんと電子制御装置が効いてますね。今、コンフォートモードっていうね、普通にドライブするようなモードですね。うん、ちゃんとほら、ちゃんと効きますね。滑り止め装置みたいなのがちゃんと効いてるんでね。いや、でもちゃんと曲がるんでね、やっぱいいな。やっぱね、 SUV とかミニバンってね、攻めると結構ねロールして曲がらないんで、やっぱこういうところはね、やっぱ背の低い車っていいなと思いますね。さあ、サスペンションチェックいってみましょう。レッツゴー。はいはいはい。あー、いいですね。わかります？このなんか、あの、なんだろうな、なんかこのお上品な感じ、サスペンションの。あの、コベットとかとさ、比べるとね、全く違うじゃないですか、これ。やっぱね、こういう、あ、ちょっと吸ったな、今。でも、こういうところってね、やっぱね、やっぱ欧州車のいいところだなと思いますね。やっぱね、あの、日本車と比べてね、欧州車って、速度とかね、出しても全然ブレないんですよね。安定性がね、もう鬼いんでね。やっぱそういうところはね、やっぱ欧州車いいなと思いますね。上品な走りができるんですよ、欧州車って。よいしょ。いやいやいや、バンパーが吸ってるけど。あれやっぱね、あの、こう、さすがにここら辺ちょっと速く走りすぎるとあれかな。さすがにね。よいしょ。でも、よいしょ。安定してるよな、ちゃんと。まあさすがにこんなとこ行くとね、ダメだよね。あ、あかん、あかん。あかん、あかん。あかん、あー、ダメだ。
あ、浮いとんもん、ほら、ほら、浮いとんもん、ほら、あかん、あかん。あかん、あかん、さすがにな、セダンで、セダンでこんなとこ、セダンじゃない、クーペでこんなとこ走っちゃダメだわな。ダメダメ。今でどうなった？もうボロボロや。あ、ライト割れとるやん。さあ、事故らしていこう。ほら横転。ちょっとね、この車自体ね、若干古めなんですよね。2016年とか18年、そこら辺のね、あの欧州車なんで結構古いんですよね。あー、ぺったんこやな。安全性はあれだよね、 FCV とかね、あそこら辺の車と比べたら全然ないですね。さあ、こっちどうだ。おら、うわ、やばい、うわー、えぐい潰れ方しよう。あー、これはいかんな、これはいかんですわ。うわー、めくれ上がっとるし。あ、一応コックピット、あー、ちょっときついな。あ、まあ、ギリギリかな、ギリギリ。じゃあ、いや、あ、いや、ダメだな。うわー。さあ、一応ね、ドライブ以外にもね、スポーツモード、もっとね、変速が速くなったりね、レッドゾーンギリギリまでね、加速してくれるモードだったり、M モードがありますね。パドルシフトがね、使えるんですよね、この車。ちゃんとほら、パドルシフト ついてるんで、オートマだったとしても、一応ね、ちゃんとスポーティーな走りができるようになってますね。スポーツモードにすると、あ、滑りはしないけど、例えば、滑りはしないんだけど、例えば、こう、ちょっとね、曲がるときにスピードが出しやすくなってたり、滑りやすくなってるというか、なんて言うんだろう、コンフォートモードは突っ込みすぎて曲がりすぎるとちゃんとブレーキかかるんだけど、このスポーツモードにすると、そのブレーキがかかりにくいね。ちゃんとその速度のまま突っ込めるようになってる。けど、滑り止め装置はちゃんとついてるから、例えばこうやって滑りそうになっても、まあ、コンフォートモードよりかは滑るけど、でもちゃんと修正してくれる感じですね。賢いんだけどね、個人的にこのモードは、なんか変に制御されるのって僕嫌いなんですよね。制御されるのが嫌な人はもうトラコンオフですね。全切り。うっ、ほら、トラコン切ったらこういう走りができます。うぃー、かっこいい。いいな、面白いな。やっぱね、個人的にはね、こうやって滑らせるの好きなんでね、やっぱトラコン全切りがね、好きっすよね、どんな車でも。うわー、やばい、危ない、壁があった、あいたこれまだあれかな、 FR の設定かな、だからあれ滑りやすいんだな。やっぱこういうね、遊びができるんでね、やっぱトラコンオフ最高っすよね。ほらほら、ドリフトできます。いやー、楽しいな、すごいな。純正でもね、こんだけケツが滑ってくれるの楽しいな。次はね、KC6360っていうね、グレードをやっていきたいと思います。こっちはね、6気筒、直列6気筒ですね。3リッター、めちゃめちゃやばいっすよ。ついでにね、マップ変えました。一応 ETK のね、運転なんかセンターみたいなのやってきました。まあせっかくね、 ETK なんでね、ここで試そうじゃないか、いろいろ。さあ、ミッションなんですけど、お、パワーめちゃめちゃあるんですよね、この車やばいよ。さっきのね、4気筒でもね、十分あったんだけどね、ほら、まあ、ターボもあるしね、加速が速い。おお、ちょ、 ESC がさ、まだコンフォートなのにめちゃめちゃね、滑るんだよね。一速の加速だってこれよ、速い速い、うおー、滑る滑る。ちょ、コンフォートでこれかよ、マジでやばすぎ。で、これスポーツモードとスポーツプラスっていうのがあって、スポーツモードは極力滑るのを減らしてくれるんだけど、プラスになるとこんな感じでね、滑ってもね、あんまね、制御してくれなくなるんだよ。ほら、滑りっぱなしになるね。もっと面白いですね。まあ、これを、もう一回押すと、はい、トラコンオフ。このままね、いろいろちょっとアクセル分回すと、ほら、もうすぐね、ほら、すぐね、もう、ほら、もう滑るんでね、やばいよね、この車。やばい、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 化け物やん、こんなん。パワーありすぎやろ、白煙もくもくよ、こんなん。おー、やばい、うー、あかん、危ない、危ない、おー、ふう、おー、危ない、危ない。逆に振られてもうた。化け物やろ。
で今度ね、あの 6X310D っていうのがありまして、これはおそらくディーゼルエンジンかな。面白いな。あ、ガラガラ言うとる、ガラガラ言うとるけどね。でも全然なんかディーゼルの悪いところはなくなってそうだけどな。はい、うん、パワーあるし、パワーあるしね。100150までは全然伸びるからな。全然ディーゼルらしいところがない。いい意味で、いい意味でディーゼルとは感じない。これでディーゼルって思うぐらい十分面白いんじゃないか。パワーもあるし、おお、パワーもあるし、うん、トルクもあるからさ、十分滑るんだよね、こうやって。おお、おお、やばい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 、うお、おもろい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 、おもろいな、面白いな。ディーゼルだこれ。え、ディーゼルってこんな面白いの？ね、昔はね、ディーゼルはね、トルクばっかで伸びやないし、そんなもう車に積むもんじゃねえ、トラックに積むもんだとかやれとったのに。いいね、面白いな。現実もさ、実車もこんな感じで面白いんかな。これならディーゼルでもいいんじゃないかって思うけどね。あ、十分じゃん、3リッターやけど。あ、十分っすよ、十分十分おもろいやん、ディーゼル。へえ、これは見直したな。あ、おもろおもろいおもろおもろいおもろいよ、ディーゼル、素晴らしい素晴らしい素晴らしい。このね、 KC6X ね、 X ってなんだと思ったんだけど、これどうやら X ってこれ多分四駆って意味だね。だからここまでは FR なんだけど、こいつとさっき乗ったこいつとこいつはどうやら四駆みたいですね。なるほどね、四駆なんだこれ、おもろいな。ういーっていう感じなんだけど、ほら全然ね、アクセル踏んだ感じが違うのよ。なんか後輪6か7でフロントが4か3ぐらい、まあ3対7か4対6ぐらいのね、え、あの四輪駆動車だなっていう感じがするんですけど、いやー、やっぱね、四駆って速いんでね。しかも FR ベースだからね、結構走りやすいかなって感じかな。あのね、FF ベースのね、四駆は結構個人的には苦手なんですよね、扱い。ういしょ、あ、おもろいな、おもろい。うーっ、あ、いい、いい動きする、いい動き、いい動き、あー、いいな、かっこいい、かっこいいな、いいですね、この動き。でもちょっと、なんだろう、パワー不足なのか何かわからんけど、なんだろうな、もうちょっと欲しいなって思うね。まあ、こういうことするんやったらいいけどね。多分普通にスポーツタイヤ履かせて走らせる分には十分速いと思うんだけど、うん、いやでもいいっすね、面白いっすね。うおいいな、ずっとここでぐるぐるしちゃうわ。そしてこちらがパトカーかな。はい、パトカーですね。なんか中身がなんか違いますね。 KC6X なのは同じなんですけど、340ってなってるんでちょっと違うのかな。なんかね、パワーが落ちてるかトルクは同じ。うーん、なんかまああれだね、警察特別仕様みたいな感じなんすかね。面白いね。さあね、あの他のやつらを試したいんだけど、こいつらは多分サーキット用なんで、こいつ行こうかな。こいつまだ多分サーキットじゃなさそうよねよね。はい、なんだこれ、なんだこれ。あー、ストライプ入ってるしね。何このホイール、いかつ。ヤンキーが乗ってるようなさ、なんかね、あのドキュンが乗ってるようなホイールに似てんだけど、やばない？バカにしてるわけじゃないっすよこれお、待って待って、かっこいい。これはごめん、好きだわ俺。え、やば、メーターが、ははメーターが青なんだが、かっこいい。しかもさ、320まであるよ一応、キロメートル表示やったら。やーば、この車えぐかっこいいんですが、俺好きなんだが。で、この車多分ね、エンジンやばいの積んでんじゃないか。オープン、はいV8 でございます。音がね、アメ車 V8 なんだが、イカれてんな。さあ走ってみるか。おおやばいよな、そりゃそりゃやばいっすよね。で、これは V8 の、うん、よっと、おそらく四駆。さあ、あ、音が変わった、いい音する。
あ、でもフロントがあれか、パワー強すぎてあれだな、滑らんな。さあ、あ、これドリフトモード一応あるんだ。オッケー、ドリフトモードで一回やってみるか。滑るか。滑ってるか。なんかパワー強すぎて滑ってないぞ。あ、滑った滑った、オッケーオッケー、滑った滑った。いや、これ無理だな。ちょっと一回ドリフト、あ、4区とか切り替えれんのこれ。ドリフト、ドリフト2区みたいな。あ、完全、あ、2区だ。切り離された、おもろい。これはドリ車だけど、ちょっと俺こんなパワー車をドリフトさせる腕が痛い。おお、やっちゃった。こんなね、いいモデルこんなことしたら多分ね、怒られるよ本当に。無理だろ。こんなん、こんなん、こんなん無理だろ、滑らせんの。いや無理だわ、無理だわ、むずいわ。ちょ、トラコンオフで4区。バケモンすぎる。バケモンすぎるんだが、あれね、フロントのね、なんかパワーが強すぎるかわからんけどね、全然滑んないとか言おうと思ったら滑ったわ。やーばいよこれ、やばいんだけど。なんかね、どっかのさ PV で使われそうなドリフトしてるよこれ。えー、ぐいんだが、パワーありすぎんこの車。やばい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 。ね、あのモンスターのステッカー貼ってね、なんかでっかいウィングつけとってもね、おかしくないドリフトできんもんこれ。やっべえな、いかれてんなこれ。かっこえ、かっこえ。あ、速度がある程度乗ると滑らんなこれ。なら、ブレーキングプラスサイドで、オッケー、これで、あはは、やーば、この車。行かれてる、行かれてる、あはは、やばい、ラリーカーみたいな動きしてる。えぐい、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 バーケモンだ、バーケモンだ、この車。さあ、ついでにね、オートメーショントラックテスト、テストトラック、サーキット、まあまあまあオートメーションサーキットにやってきました。ここもね、結構ね、今回のアップデートで リニューアルされたらしいですよ。まあ見た感じそんなには変わってなさそうかな。ちょっとね、ところどころ建物が新しくなったり、建物追加されたりって感じかなっていう思ったんで、まあよし、まあとりあえず走らせていきましょう。まず最初がね、あの KC4 ベースの、ストリートチューンでですね、 FR 車かな。何よりもね、このね、ビス止めがエロいね。これこれこれ、かっこよすぎやろ、この、ねえ、オーバーフェンダー。ドーンって出てね、うわー、後ろから見た時のこのね、タイヤ出てるのがね、なかなかね、これはね、好きですわ。いいね。ニトロついてんじゃねえか、バカ野郎。行かれてんな、よし。一回スポーツプラスで走ろうか。よし、それじゃあ行きましょう。ええ音鳴っとんな。あー、ちょっとね、今回からね、あれなんですよ、ハンコの感覚がちょっとね、リアルっぽくって感じの、なんかドリフトがしやすいようになったのと、あとあれなんですよ、あのギアがね、リアルになったんでね、ちゃんとクラッチを踏んでつなげてあげないと入らなくなったね。あの異音が鳴るようになった。 前はね、あんまね、ちょっとペッペってあの軽く踏むだけでも、適当に踏むだけでもね、ちゃんと入ってくれたんだけど、今回からね、ちゃんと踏まないとギアがいっちゃうようになったんでね、リアルになりましたね。うん、走ってる感じ全然普通だね。あの全然全然攻めれます。うん、程よい、おお、あのね、程よいパワーがあって、あー、ええ音鳴ってんな。程よいパワーがあってね、全然いい車っすね、ストリートチューンで。あ、いいっすね。うん、全然攻めれるよこの車。チューニング最高、走れます、最高っす。よいしょ。ここはね、結構みんな突っ込んでいくんで、気をつけながら走って。さあ、いや全然いい走りするけどな、この車。肉だよね本当に。あ、まあ肉か。
程よいパワーなんでね、あの見た目の割には扱いやすいと個人的には思うんですけど、こうやってほら、おお、ベタ踏みしたらさすがに滑るな。ダメだな、やっぱ。でもね、変にこうバーンってベタ踏みしない限りは滑らないね、この車。あ、初心者にぴったりですね、意外とこの車。見た目ガチガチですけど、結構扱いやすいっすね。最高っす。さあ次、トラックデイ。おお、ストライプはそのまんまやけどね、ロールゲージが入ってたり、後ろがめちゃめちゃかっこよくなってる。うわ、しかも焼き色入ってるね。まあ走ろうか。お豆さんね、実はこの車めちゃめちゃお世話になってましてね、お豆さんが本当にね、動画を投稿し始めた時のね、愛車なんですよね、これ。もうずーっと乗り回してましたね、この車。いやマジでね、四駆でね、扱いやすいんですよ、コントローラーだと特に。っていうね、まあ思い出に浸るのはね、まあ置いといて、まあ走っていくんですけど、相変わらず走りやすいねとか言っとったらね、痛い、ちょやらかしたやらかした。そうだ、ここ速度出しすぎたな。さあ気を取り直しましてね、まあ走っていくんですけどね、めちゃめちゃこの車を運転しやすいですね。ただスポーツプラスを入れとかないと多分ね、とっちらかりますね。もう僕でも多分とっちらかるんで、スポーツプラスは入れさせてもらいますけど、いやー、めちゃめちゃね、四駆いい動きするんですよね。 FR ベースの四駆って感じの動きするんでね、結構踏みっぱでいけるところもあれば十分ね、走るっていうか、もちろんね、走るんで、いやー、ええ車っすね、これも早いしな。で、タイヤも確かレース用入ってんだっけな、これ。レースタイヤ入ってるんでね、十分曲がるんで、曲がろうと思えば。いやー、ええ車っすね、これもね。これでさっきのね、ストリートチューンのとは全然ね、違った面白さがあると思います。よいしょ、うわー、危ねえ。いや、おもろいな、これもね、結構ね、乗りやすいと思いますよ。もしね、BMAC やりたてでね、ちょっとサーキット攻めたいっていうんだったらね、 ETK の K シリーズのね、ストリートチューンドとこのトラックデイ、どうでしょうか。結構練習になるとは思いますよ、この車。いやー、おもろいなおもろいおもろい、十分おもろい。いいないいですねいいな、いいな、いいな、素晴らしい。うお、危ない。いや、突っ込みすぎ今のは。あー、やらかしたわ。行かれたモンスターたちの紹介ですね。 TT スポーツ KC8、 はい、 V8 ですね。一応ね、この車はあれかな、市販モデルなのかな。これはシャンモデルっぽいですね。ウィングもついてないんでね。かっこいいな。内装がイカチーな。内装イカチーな。おお、内装がイカチー、ほんとにこれ。何？人生でさ、あれ？6点式でもつけんのか？ 4 点式か？ 4 点式ベルトつけんのか？これ、純正で。いかれてんな、マジで。最高っすね、今回のアップデートも。うおー、早い。パワーが。これ暴れるな。まあ、今回のアップデートもね、最高っすね、やっぱ。結構ね、追加点はね、この前のアップデートに比べたら少ないんですけど、でも十分ね、面白いアップデートっすよ。うわ、やばいな。これ多分僕、ESC 切ったらどちらかなんじゃないかな。ドリフトやばい、ドリフトあかん、ドリフトあかん。トラコンオフ、OK。さあ、どちらかる気満々で走りましょう。いかれてんだよな、この車。マジで。パワーありすぎて。うわー、ちょ、フロント、そっか、四駆だから、フロントが滑って流れるんか。変にアクセルは踏まん方が良さそうやな。直線番長かな、結構。で、立ち上がりでグッと踏んで、おーい。はいや。はや。これで純正って、ま、やばいね。そっか、トラコンフ、トラコンフ。曲がるね。一応曲がるな。オッケーオッケー。結構ね、タイヤの食いつきも今回良くなった気がしますね。あ、気づきましたけどね、あれだね、これさっきシフトダウンした時にね、オートマなんですけど、自動でシフトダウンした時に、僕何もやってないんですけど、あれですね、アクセルが自動的にね、機械的に踏まれますね。素晴らしいね。
ほらほらほら、今ね僕アクセル踏んでないんですよ。左下のゲージ見てもらうと分かるんですけど、機械がね、おお賢いんでね、あの自動的にキックダウンしてくれますね、アクセルパーンって。いいっすね、僕のね、あーやばい、痛い痛い痛い、いやー僕の車にもぜひその機能は追加してほしい。あー危ねえ。さあ TT スポーツプラスいきましょう。これはほとんど変わらんのかな。いや変わっとる、めちゃめちゃ変わっとる。馬力が200近く変わっとる。何があってんお前、行かれてんな、行かれてんな、行かれてんな、あんちゃん行かれてんな、あんちゃん。 TT スポーツで行こうか。行こう、レッツゴー。おお車体が、待って、やばい、うお車体が浮き上がるんだが、フロントがやばいほど浮き上がるし、何これ、え V8 にターボつけてるとかいう、頭悪いしよ。しかもターボの足、あの数値が 1.2、 やばいよこれバカバカじゃねえマジでバカじゃねえな、こんだけの、あかん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 、ブレーキが間に合うんだな、これが。危ない危ない、本当に危ない。今のね、電子制御なかったらそのままね、滑らしたまんまアクセル踏めたんだけど、こういう時にね、電子制御が働くのはね、結構ね、痛いんですよね。やーばいな。早すぎん？早すぎん？早すぎん？もう、250まで行くんだが、曲がるんだが、これで。曲がってくれるんだ、これで君は。優秀だな。早い、ブレーキが、うわ滑ってる危ない、やばい、痛っ、ちょっと、あーケツバゴン言ったけど、今大丈夫、ケツがバゴン言うだよ。あー終わった。さあ最後 KC とドリフトっていうのがあるんでね、これも試してみましょうか。行かれてんな、行かれてる、マジで行かれてます、行かれてます、行かれてるけど、ドリフトはなんかかろうじてできそう。お豆さんでもかろうじてできそう。いやダメだ、無理、四駆ドリフトわかんねえ。いやわからん、挙動がわからん、むずい、無理です。お豆さんこんな運転できません。お内装どんがらやんけ、全部取っ払っとる。もうこれで最後にしましょう。もうこれも多分やばいと思うんでね、もう他の車と雰囲気がもうガラッと変わるもん。これ多分ですけど、あれですね。多分、ヒロチレースウェイですよね。内装こんなんやしね。内装ここ開けるのがここっていうね。まあ、ちゃんとね、カーボンで、なんか造形されてるんですけど、いろいろ。ハンドルが面白いんだよね。ハンドルがね、なんと、ここまでしか切れないっていうね。ここまでしか切れないっていうか、なんていうの、これで全部切れちゃうから、めちゃめちゃクイックな操作ができるんだよね、これ。後ろがね、まあ、おもろいですよね。ほら、見て、これ。これボンピンについてるやつなんですけど、ボンピンってかまでのピンなんですけど、ほらちゃんと動くんですよ。開けて、開けたらほら開く、これ最高じゃないですか、これやばないですか、これこれマジ素晴らしい。え、はい、はいって感じですね。最高で、前もねちゃんとね、これもボンピンなんですよね、これこれも同じなんですよ。いいっすねこれ、いいっすね、このギミック最高っすねマジで。さあ走っていきましょう。まずね、よいしょ、おお、わー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 、ちょチーカーみたいになったんだが、あのね、ハンドルがクイックだからさ、マジでよう分からん動きするしさ、ほんとに扱えないんだが、こんな車無理やろ、こんな扱えるわけねえだろ、こんなふざけんなよビデオオプションやばいやばい、こんな、おお、ちょマジクイック、クイック、さっきより馬力はないはずなのに、めちゃめちゃクイック、もっと突っ込めんのかな、こんだけクイックにハンドル動くから。よう分からんけどさ、ちょこの車はとにかくやばいやばい、本当にやばいっす、行かれてる。で馬力も強いし、うわとちらかる、あでも意外とクイックだからあれだね、とちらかった時にちゃんと修正できるんだけど、曲がる時にミスったらね、もうすぐもう逆にケツ振られておさらばよ、もっと行かれてんな。曲がれるか、曲がれるか、このまま曲がるか、曲がれるね、曲がれますね、おお早いな、行かれてんな。
お、曲がれちゃうんだこれ。おお、すごいな。慣れたら結構案外扱えるかこの車。すごい集中力使うけど。おお、いけるわいけるわ。わあ、危ねえ。おあ、いけんな。いけるけどこれ難しいよ本当に。わって、あ、うってなるんだよ。うってなって、いやー、なるんだよね。こう、うーん、やっぱね、ハンドル切りすぎちゃうとこうなるんだよね、カウンターで。あー、難しいなこの車。でも扱おうと思ったら扱えるか。いや、でも難しいな、やばいっす。はい、ということでどうだったでしょうか今回の動画ね。え、結構いい車っすね。ちょっとね、思っちゃったんがさ、これだけのリニアルかと思ったら、思ったんだけど、全然ね、面白いっすね。めちゃめちゃ軽視にも面白いですし、あれだ、あれだね、ディーゼルがめちゃめちゃなんか本当にちょっと手込んで作られたなって感じしますし、なんならね、この車のね、あの ETK のロゴを、デカデカと横に ETK のロゴを貼った、公用車というか、ね、あの体験させるための車がね、ディーゼルなのも、やっぱこの車はディーゼル結構力入れたのかなっていう感じがね、するんで、結構好きっすね。それじゃあね、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン、高評価よろしくお願いします。いやー、面白いね。なんか水落としがあれだね、すごいしやすくなったというか、溝からなんか出にくくなったね、タイヤが。おお、ってことでね、ご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。バイ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 。水落とし、おお、ほらほらほら、水落としできた。あー、ちょっと抜けろ、抜けない。あー、いた。ちょっとやばい、自己落ちなんて最低。バイバーイ。